たちのフェルトです。ハルくんです。今日はですね、はい、とあるドッキリを、ドッキリ仕掛けていこうかなと。1年前ぐらいになるんですかね。そうですね。後輩の女の子、はい、初登場、その初登場の動画で僕らはドッキリを仕掛けたんですよ。でそのドッキリっていうのがこちらになります。いきます。まあ、というわけで、まあ、後輩の女の子に、はい、その LINE ホラードキリを仕掛けてったんですね。はい、プロフィールと、まあ、名前を変えて、まあ、その電話したら、相手からしたら誰から来たかもわかんない。わかんない。でもさっき名前、ハルくんだった。なんでやねん。前回、後輩ちゃんに仕掛けた時も、うん、向こう側があなたの名前で登録してたんですよ。そうなんだよね。まあ僕ももうハルくんに変えちゃってんで、名前も、場合がそれハルくんでだと。全部買ってた。まあ、これもうバレバレですよ。それも分かっちゃうね。そう、前回も後輩ちゃんはもう、あれ？え？バレバレだったと。やっちまったな、あれ。まあそれでもまあ、画像は怖かったみたいな。ね。まあ、リベンジです、今回。そうですね。まあ、早速ね、どうなるか、はい、やっていきましょう。いきましょう。だけで、いいですか？はい。そう簡単には出ないでしょう。すると。そうだよね。待て、ちょっと待って。LINE 来ました。LINE が来ました。LINE 来ましたね。普通に LINE 来ました。さっき出れなかったんだ、やっぱり。よし、もう一回行く。出れなかったんだ。行く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 、すぐ行く、すぐ行く。バレちゃう、バレちゃう、バレちゃう。すぐ行く。それとも出ない。いや、切られた。やばいやばいやばい。でも動画って分かってても怖いんですかね。なんだろう、分かってますよね。分かってる。5回目ぐらいですよね、LINE。なのになんか電話出てくれないの。じゃあそのプロフィール変えた人にも、変えたことに気づいた人にもかけましょう。そうですね。うん、じゃあ行きます。プロフィール変えたことに気づいて来たってことでしょう。すごいね。これを変えたことに気づいた人が LINE してきた。怖って、ね、怖って LINE してきたってね、うん、いきなり。いや、みんなあれですね、動画出てる人は敏感ですね。敏感ですね、うん、慣れてきた。分かってるよ、あ、なんかこれ動画で作ってるから私が言っちゃおうみたいな。確かに。なるほど。というわけで最後、はい、まあ、最初に切りまくった女の子もう一回かけて終わりにしましょう。はいはい、はい、いきます。知ってきた。なんでこの顔別にさ、だって俺だよ、これ俺だよ。か、あーなんてことだよ。嘘でしょ。なんてことだよ。知ってるの。こう来ました。その顔映らないらしい。顔が映ってないよって。まあこれめっちゃ怖いけどね。こんな感じで来たって言って最後に、俺前みゆちゃんにやってたやつでしょ。かー、ね、これなんて言うべ、ミュウィンやってたやつ、ミスさんか会話してるもん。これなんて言うでしょ、さすがに。普通の会話したもん、今。助けて助けて助けて